井上真でございますよ。どうもミルク佐藤でございます。アカデミーでございますけれども、どういうことですか？速報的な。はい。ガンバ大阪フォワード遠山昌司、愛媛 FC への育成型期限付き移籍。あらまあ。でもなんか、ね、面白そうっていう言い方あれですけど。はい。興味深い。と、はい、いうことでですね、はい、今日はですね、そのネクスト日本代表をまとってってくれるだろうフォワード、はい、遠山くんの、はい、起用法と成長戦略並びに、そういえば育成型の期限付き移籍ってそもそもなんだっけとか、なんで愛媛が獲得できたのかとか、そのあたりいろいろ説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい、わかりました。はい、じゃあもう早速行きましょう。まずそもそも、育成型期限付き移籍ってなんだっけみたいな話から。はいはいはい。そうですね。したいと思います。はっきりと説明できないところありますからね。そうなんですよ。ただね、はい、実は結構簡単だってのがあるので、皆さん、行きますよ、はいはい。こちらでございますと。はい、ドン出ました。はい、ちょっと文字多いですけど、あの、ウィキペディアそのまま使いますが、23歳以下の選手が、はい、所属クラブより下位、ちょ、1個下とか2個下のクラブに移籍する場合に限り、移籍期限、移籍期間外での期限付き移籍を可能とするもの、あ、なるほど、という定義なんですね。これ結構知らない。と思います。同じカテゴリーじゃなく、はいはいはい、下のカテゴリーであれば、育成型ってことを言うことができる。23歳以下の選手に限りと。そういうことがあるんですね。はいはいはい。そうなんです。一応これただ、やっぱ若いというか、結構最近のものになって2013年以降なんですよね。正確には2014年以降でこう正式にこう期限育成型っていうふうに、ですね、はい、名前ができたものなんですね。はあはあはあ、ダゾーンが来るちょっと前ぐらいからようやく始まったみたいなものでもあるんですよ。それ前はなかった言葉なんですか、これって。なかったんです。もうなんかすっかり聞きなじみがね。そうなんです。ある感じだけど、こうやって詳しくは説明あれだ。これじゃあもうあれなんで、移籍以外、に動けるっていうのがね、またこれ、そう。そうなんです。だから、はいはい、あの、まさに今とか、ちょうどね、うん、これ収録したのが4月27日なんですが、うんうん、で、実に、ミルアカーマンデーライブの方で、まあ、移籍と勝ち点のちょっと関係値みたいな感じの動画、はい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 、ライブ配信やらせていただいたんですけど、うんうんうん、若い選手でなかなか出られてないよって選手は、この制度使って、こう、やっぱ出場機会を求めていくってのは結構大事なことなんですね。はいはい、これはもう J リーグ全体のね、レベルアップと、日本選手のレベルアップ、そうなんですよ。そして、エキサイティングなリーグをっていう意味もありますよね、これね。そうなんですよ。うんうんうん、で、ちなみにこれが始まったのが、実は2013年と言われてるんですが、はい、実は前年に1個モデルケースがあったんです、この育成型を始まるにあたっての。それがですね、杉本健勇選手にあるんですよ。はいはいはい。特定の一人の選手というか。ロンドンオリンピックが開催された年なんですが、はいはい。あの、一つのクラブから3人までしか出られないんですよね。あ、実は。ロンドン、あの、オリンピック。オリンピック、そう。あ、そうなんだ。でその時にセレッソから山口蛍選手や荻原選手など4人いたんですよ、清武選手かな。はいはいはい。でこのままだと誰が出られないってので、杉本選手があの超短期型期限付き移籍っていうか、あちらでセレッソからベルディに移籍することで、セレッソさんの選手が4人行くっていうちょっと超特例があったんです。すごい。これはだからリーグが特例を許したってことですね。そうです。はあ、面白い。そうだったんだっていうところから、あ、育成型っていうパターンこれいいんじゃないってなって、2年後にちゃんと導入されたって流れがあったんですね。なるほどね。でそれ以外最近で言えば、例えば昨年、あ、一昨年か、ジュビロ岩田 J1 時代、小川幸喜選手がジュビロから J2 水戸に行ったら、その年のね、年末にはあの A 代表呼ばれて、あ、確かに、ね、出場機会をね、あの、得たことによってっていうのはありますね。で、ハットトリックなんてこととかもありましたし、はい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 、あと、それこそ、マーさん的なところで言ったら、オビパウエル・オビナ選手がマリノスから栃木に行って、はいはいはい、ああ、そうだね、来てくれましたよね。うん、で大活躍しても言わずもがらない遺跡で帰って、はいはいはい、もうすぐ帰っちゃったイメージありますけどね。そうなんですね。嬉しかったね。はいはい、はい、うん、で期限付き遺跡と違う点はって言われたら、まさにその、あの、はい、同じカテゴリーだったら育成型はできないよってこととか、なるほど、期限付き遺跡はやっぱ24歳以上だったりだとかですね。そういうのはあるんだけどという形になっております。期限付き遺跡っていうのはやっぱりその遺跡期間ウィンドウが空いてる時しか動けないってことですね。できないですよね。育成型は関係なく動けると、これは目から意外と鱗、当たり前なのかな、皆さんにしたら。なるほどね。そしてね、愛媛実は、はい、ちょうど1ヶ月前に、言い方悪いですけど、うん、はい、ガンバに恩を売っていたんですね。っていうところで次のシートいきましょう。ちょっとトレードの要素もあるってことですか、それは。まさにその通り、こちらで最後のシートです。はいはい、
左側は2021年最近ね、実吉監督になってからの体制というところなんですが、まず今もうそう言っちゃったので、右下からちょっと行きましょうと、うん。はい。そもそもなんで遠山選手獲得できたのかって言われると、はい。まあ、最近、実吉監督に監督が愛媛ね、変わりましたけど、うん、実吉さんもともとガンバの方なんですよね。あ、なるほどね。宮本監督と同期なんですよね。はい、おー、そっか。うん。はい、ガンババツ。そうなんですよ、うん。あと実は愛媛ちょっとストライカーがもともと少ないってのもあったんで、はい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 、もともと欲してたのもあると思うんですけど、うんうん、右下一番下ですね。はい、先月2021年3月24日、うん、ガンバのセカンドゴールキーパー一森純選手が負傷した時に、愛媛からゴールキーパー加藤選手が今レンタルで行ってるんです。向こうだからゴールキーパー足りなくなったっていうところで。なるほど。はい。この一つの恩じゃないですけど、そうですね。あの時貸しましたよねって言われるわけ、ね、そう。で、そこで、ちょっと一人誰か、いや、ストライカー、遠山くんを、うんうんうん、みたいな話はちょっと上がったんじゃないかな。としては現状で、あの、スティディに使うことはできないけれども、うん、この、なんていうんですか、成長は期待したいというニーズが合致しまして、はい、今回の運びとなったわけですね。ということだと思うんですね。で、さらにですね、はいはいはい、今、この左側にあるようなフォーメーションとか、大体こんな番手になるのかなっていうのも、はい、うん、まあ見てると分かるところなんですが、はい、実は今年の愛媛で、複数得点、いわゆる2得点以上上げてる選手っていうのが、なんと2人しかいません。はい、そうなんですか。はい、それが、一番さ、トップのとこにいる吉田真希人選手が3ゴール。はい。はいはい、そして、インサイドハーフの右にいる、河村拓夢選手が4ゴールと。この2人が3ゴール、4ゴールと2人だけなんですよね。なるほどね。ちょっと寂しいですよね。そうですね。しかもね、まあさ、皆さん。河村選手って、これ右側にもちょっとお名前とカラー出してるんですけど、はいはい、もともとプロのスタート、ボランチから入った選手なんですよ。うんうん、アンカー、インサイドハーフ型なんですよ。なるほど。で、吉田真希人選手はもちろん真ん中もできるんだけど、うん、どちらかというと中盤でこうパス回しとかが上手い選手なんですよ。はいはいはい。だザ・ストライカーの若手が欲しい。ってのは、愛媛もともとあったわけです、ね。なるほど、なるほど。でも実はデータとか見てたりだとか、うん、選手のスタッツ見ても真ん中にバーっていろいろ書いてますけど、うん、はい、真ん中のゲームメーカーみたいな選手は、その吉田選手や森谷選手、うん、前田涼介選手、河村選手、山瀬選手とかも含めていっぱいいたり、サイドから根気作っていく人もいっぱいいたり、はい、守備上手い人もいっぱいいたりするんだけど、最後のフィニッシュが足りないっていうのが、はいはい、人数的にちょっとあったので、はいはいはい、そういう意味も含めて打診してみたら、行ったっていう形でした。なるほどね。うん。はあ。これでも頑張ね、サポーター的にもちょっと嬉しいところあるんじゃないですか。嬉しいでしょうね。見たいしね、出てるところ。あと、やっぱ愛媛といえば育成の鬼ですからね。はい、うん、あ、そっか、愛媛市をね、育ててますしね。そう。で、それ以外にほら、森脇選手とか高萩選手なんかもね。ああ、そうですか。そうです。最近だったらほら、広島に帰っちゃった時は長沼洋一選手なんかもそうですから。はいはい、あ、そうだね。そうだ、近いところだと思いますね。で、愛媛でもかなり育成されるってのも有名なので、と考えれば、そして通貨の中の実吉さん。で、実はこの4月26日の移籍のね、話もリリースがあったその日からもう練習にも合流したみたいで、はい、愛媛の地元のいわゆるライターの方々にも、どうやら、うん、ご自身のプレータイプは何ですかと聞かれた際に、はい、自ら、はい、僕はザ・ストライカーです。あら、強気なというかね、うん、こう堂々と、あれ嬉しいですね、そうですか。はい。もう、選手は揃ってるチームなので、みんなからしっかりパス出して、うん、あとはそれをね、ボックス内でも自分で受けて、はい、決めるってことが、この J2 の舞台でも発揮できるようになれば、もともと J3 で2桁とかすでに取ってる、うん、これはね、アンダー23がもう、もうエースとして、もう美しいゴール何回決めてますからね。そうです。なんで、今年例えば残りのシーズンだけで2桁とか行くようであれば、うん、やっぱりもう J1 でも間違いなくてのは言えると思いますので、そうですね、自分のね、その活躍の幅見せていただければな。何世代なんでしたっけ、オリンピックで言うと。パリ世代、ね。パリ世代だもんね。はい、東京の一個下です。はいはい、これも実践経験バシバシついていきたいというところですね、はい。ということでございました。いやー、なるほどね。勉強になりましたし、はい、これまた新しい話題ね。これ移籍期間じゃなくても、こういうのでなんかフレッシュな気持ちになれたりするわけですね。はい。わかりました。楽しみでございます。というわけで、ミルクサッカー鏡、今回もお送りしてまいりました。ね。ちっちゃく出てたの、わかりました？ちっちゃくねー、いますからね。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。下が井上、まあ上がノーミルク佐藤でございました。でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ファイト！頑張ってね。いってらっしゃい。じゃあねー。
チャンネル登録してお願いします。